亜希子はついに家を出た。誰にも告げずに旅立ったのである。育ての父正人が襲われ、実の母ゆき子が悩み、そして京子と正人の愛が実らないのは全て自分のせいだと思い込んだのである。一方、正人と純の美咲に対する疑惑は高まっていた。そして亜希子の実の父江上は、亜希子を守るべく殺人事件の犯人として逃亡中にもかかわらず、亜希子の周辺に出没し始めた。亜希子はどこへ行ったのか。結城正人の心は知事に乱れた。そんな正人を深夜突然訪れたのは、疑惑深まる美咲俊彦であった。失礼しました。がっくり気落ちした先生の姿、一枚撮らせていただきましたよ。犯罪心理学では第一人者の先生が、いざ自分のこととなると、どんな惨めな表情になるのか、その偽らざる姿をね。美咲君、君はそんなことのために来たのかね。亜希子ちゃんがいなくなった。違いますか。君はそれを どうして。やっぱりそうだったんですね。亜希子ちゃんは家出したんですね。美咲君、君は知ってるのか。亜希子のこと知ってるのか。よしてくださいよ。それじゃまるで僕が誘拐したように聞こえるじゃありませんか。それならどうして亜希子がいなくなったことを。ああ、スナックの村井に聞いたんですよ。純のやつが目を血走らせて亜希子ちゃんを探してたって。やっぱり亜希子ちゃんはどっか行っちゃったんですね。君は私をからかいに来たのかね。ひどいな。僕は心配で確かめに来たんですよ。じゃあ美咲君、一体亜希子をここまで追い詰めたのは、亜希子がこんなことになったのは一体誰のせいなんだ。冗談じゃないですよ。俺は関係ないですよ、この歌。待ちたまえ。おい、おい、美咲君、待ってくださまえ。美咲君、美咲が襲われてる。犯人は彼ではないのか。それではあの男は。
岬は何しに来たんですか。その岬を襲ったやつって顔を見ましたか。いや、アッコちゃんと何か関係あるんですかね。続きは、アキコは今頃どこで何をしてんだろうね。私は先生、気持ちはよくわかります。それは俺だと同じですよ。ただ今そんな体じゃどうにもならんでしょう。しかしね、分かってますよ。アッコちゃんだってそんな無分別なことはしやしませんよ。大丈夫ですよ。ね。そうだろうか。どうも私は悪い方の想像ばかり。まあ、アッコちゃんの親だから仕方ないじゃないですか。ね。よう。大丈夫か。自分の気はどこの騒ぎじゃなくなったよ。それじゃあ秋子君からはまだ何の連絡も。あれ、ゆき、特別手配をしていいか。手配。ああ、妙子さん殺しの重要参考人として秋子君を全国の警察に特別手配をするんだ。単なる家出人じゃ警察もなかなか手は回らん。しかし重要参考人となれば。いや、待ってくれ。まだそこまでは。何言ってるんだ。そんなのんきなことばかり言って、明子君にもしものことがあったらどうするんだ。安心しろよ。分屋さんたちには俺がうまくやるさ。とにかく明子君を見つけ次第保護してもらうんだな。いいな。電話借りるよ。柳田。いつかお前、太鼓殺しの容疑で美咲のアリバイを調べたことがあったら。美咲。あのキャメラマンか。その時彼のアリバイは成立したのか。ああ、あの日彼は丸の内のホテルで行われたモデルの撮影会に出ていたんだ。一応裏は取ったはずだが、その美咲がどうかしたのか。あ、いや、今のところまだ何とも言えん。畑野さん、秋子は帰ったんですか。それじゃまだ。あなたの方にも何も連絡は。こんなに寒いのに、あの子は一体どこで。あれから調べてみたんですが、一応身の回りのものや貯金通帳まで。貯金通帳まで。銀行では昨日全額を下ろしていったと。それじゃやっぱり秋子。かわいそうに、おそらく自分さえいなければと思い詰めたに違いありません。私が行けなかったんです。私が、あなたの怪我は誰かに襲われたものだってつい言ってしまったばっかり。あの子。お願いします。何か連絡があったらすぐ知らせてください。無力ですね。今ほど自分の無力を思い知らされたことはありません。私たちは明子に何一つしてやることはできなかった。
しもし。ああ、都築君か。いや、まだ何の連絡もない。そうか。友達は誰も知らんのか。ああ、とにかく私は今晩一晩待ってみるつもりだ。そうですか。わかりました。愛子ちゃんの居所わかんないのか。ええ。俺も店閉めて探しに行こうかな。ちょっと待ってくれよ。いやだってそうだろ、愛子ちゃんがどこにいるかわかんないのにさ、のんびりここに座ってるわけにいかんじゃないか。まあそりゃ気持ちはよくわかるけどな。店閉めて行くわ俺やっぱり。ちょっと待ってくれよお前。美咲が来るかもしんねえだろ。純ちょっと聞くけどさ、この間からお前も先生もやたらに美咲美咲って言ってるけど、それなんでだよ。まあその時期が来ればな、およいお前にも話するよ。だからそれまでちょっとさ、美咲に個人的な話があるんだ。もしもし、園田です。アキコちゃん、アキコちゃんね、今どこにいるの？あの、自分のことをはっきりしたいだけなんです。お父さんを幸せにしてあげてください。私の最後のお願いです。今どこにいるの？お願い教えて。最後のお願いって一体どういうこと？最後のお願いだと。ええ、なんだかとっても思い詰めたような声で。その電話は一体どこから買ってきたかわからんかね。何度もお金の落ちる音がしてましたから、おそらく赤電話だと思うんですけど、かなり長距離です。 それでは今日は自分のことをはっきりしたいって言ったんだね。自分のことをはっきりして、どなた様で？結城ですが。あ、こんな時間に申し訳ございません。至急奥様にお目にかかりたい用事ができたものですから。奥様？ゆうきさん、こんな時間に起こしてすいません。どうしても奥様にご用事がと。いいわ、休んでちょうだい。一体どうなさったんですか？ゆうきさん、あなた明子に昔の話をなさったことはありませんでしたか？昔の話？あなたの生まれた家や京都の話をです。それは以前に一度。いや、あなたでしたか。どうなさったんですか？お休みのところ申し訳ございません。いえね、愛子ちゃんが家出したと聞いて私も心配していたんです。ゆき子、上がってもらえますか？いやいやいや、ここで結構です。それじゃあゆき子さん、前に愛子に京都のことを話されたんですね。ええ、いやでも詳しいことは何も。まあお上がりください。愛子ちゃんのことなら私にとっても子供みたいなもんだ。一緒に話を聞こうじゃありませんか。それじゃあ明子、京都行ったんでしょうか？わかりません。しかし京都なら探してみます。どうもお邪魔しました。結城さん、あなたの責任ですよ。いいですね、明子ちゃんに万一のことがあったら全てあなたの責任ですよ。
娘さんなら昨日見えましたよ。来た。やっぱり来たんですか。東京の社長の奥さんのことで聞きたいことがあるって言ってね。それでどうしたでしょうか。私たちは東京の本社から来たものでしてね、先代の頃から働いていた職人さんを紹介してやりましたよ。で、その職人さんは今どこに。ゆき子お嬢さんのことを知りたい言われましてな。えらいですんまへん。わては社長の奥さん言うより都築のお嬢さん言うた方がええもんどさかい。それで何と教えられたんですか。いや、ところがお嬢さんのことはわてもよう分かりまへんしな。お嬢さんのばあやが瀬戸内海の島にいてはるを言うたんです。それじゃあ秋子にはその島を教えられたんですね。ええ。行きの便に乗りたいんでね。すいません、徳田花さんのお家はどちらでしょうか。花さん。ええ、徳田花さんです。ああ、花さんの家やったらあこの角曲がってこう2軒目の家やけど。どうもありがとう。あんた花さんの家訪ねてきなすったんか。ええ。そうかい。じゃけど花さんはもう亡くなりんさったぞね。亡くなられたんですか。ああ、もう12、3年もなろうかな。そうですか。どうもありがとうございました。
美咲を襲ったのはあんたか。結城さんを襲ったのもあんたか。違う。今日美咲を呼び出したのはあんたか。そうだ。何のために。これ以上明子に近づけさせないためだ。そんじゃ美咲が犯人に間違いないじゃないか。あんた知ってんだろ。何を知ってんだあいつの。何を握ってんだよ。言えないんだよ。随分都合のいい話だな。あんたのおかげでね、みんな危ない目に遭ってんだよ。その挙句がアッコちゃんの家出だ。アキコは今どこに。それでもあんたアッコちゃんを守ってんのか。くれよ。なあ、頼む。事故になるまで待ってくれ。待ってられないんだよ。いいか、いや確かにね、あんたがあと2ヶ月で事故だったのよく分かってる。それでもな、頼むよ。待ってくれよ、もう少し。あとのことは俺は何とかするから。え？あんた逃げてりゃいいんだよ、あとは。俺だけに言ってくれよ。美咲が犯人だろ？ん？江上さん！頼むよ、おい。頼む！どうしたんだよ？おい！江上さん。待ってないんだ。待ってる暇ねえんだよ。どうした？もしもし、桜井でございますが。は？奥様。はい。あ、もしもし、変わりました。江上さん。え？純が？園田さんに連絡して大学病院で見てもらった方がいいわ。どういう意味だよ。ちょっとめまいがしてさ、この2、3日に寝てなかったから。だって純ちゃん、そんなことよりなんでここが分かったの。江上さんが電話をくれたの。江上どうした。刑事が。でも純ちゃん、どうして江上と。しっきしょ、また逃げられたか。あいつはね、妙子さん殺した犯人知ってんだよ。姉さん、あんた刑事に見張られてるから下手に動くなよ。
江上から連絡があっても。それからまだ犯人狙われてないのは姉さんだけだから、十分気をつけて。俺さ、腹減っちゃった。なんか飯越してくんないか。亡くなられたことを、もうエロを気落ち一人に去ったようじゃったな。それで亜希子は、いやその娘はどっち行ったんでしょうか。何分わしも仕事しとったもんだで、だからあっちの方の浜へ行きに去ったようじゃったかな。ありがとうございます。まだ中学生か高校生だったらしいよ。綺麗な娘なのに何かあったのかな。さあね、その娘さんどうかしたんですか。いやね、ついさっき向こうの岬で身投げしたんですよ。それで どうしました。幸い近くの人が見つけてすぐに助けたから。その娘は今どこにいるんですか。ご心配ありません。発見が早かったので水もそんなに飲んでませんので、まあ一晩ゆっくり寝れば元気になります。どうも。よかったらおかゆ少し食べてみないか。
この奥さんがね、わざわざこしらえてくれたんだ。あ、よし。お父さん久しぶりで食べさせてやろうかな。ああ、美味しそうだ。お父さん。もういい。お父さん何も言わないよ。私以上にお前は苦しんだはずだからね。さあ、お上がり。どうだ、おいしいだろう。こんばんは。あ、やっぱりここにいたのね。どうしたんですか、ニコニコしちゃって。え、愛子ちゃんが見つかったのよ。本当か。え、どこにいたの。瀬戸内海。今先生から電話があったところなの。じゃあ先生も一緒か。そう。そうか。おいちゃん、うん、姉さんに知らせてやれよ。お、そうだな。ああ、嬉しくて手が触れてんのか。ちょっと見ちゃった。しびれちゃった。いなければと。あんまくだらんこと考えんな。とにかくな、お父さんだけは謝ってけ。それから後のいろんなことは俺に任せとけ。一切がさえ俺に任せばいいよ。そんな顔するな。可愛くないよ。笑ってみろ。今日は疲れてるし、寝ろ。な。
おやすみ。おじさん。え？だって私のおじさんなんでしょ？そう、おじさんだけどさ、ちょっとそれはまずいんじゃない？じゃあ、お兄さんって呼ぼうかしら。お兄さんか。どうでもいいよな、感じだ。本当にごめんなさい、心配かけて。大して心配しなかったよ、俺は。あこちゃん強いからね。だから父さんに言えないような問題があったらさ、俺に言えや。それで美咲を調べろというのか。ですから、さっきも言ったようにあいつには随分疑わしいところがあるんですよ。しかしはっきりした証拠もなしに逮捕はできんよ。俺の時は随分絞ったじゃないか。それはすまないと思っている。それは冗談ですけどね。とにかく一回美咲をしょっぴいてくれませんか。必ず泥を吐きますよ。刑事さん、俺はね、ほとんどあいつが犯人に間違いないと思ってんだ。もし逮捕が無理なら、事件当時のあいつのアリバイをもう一回調べてくれませんか。お願いします。どうしたんだ。おい、続き。おい、おい。平和主義者じゃないから。ねえ、そんなに自分に嘘ばっかりついてる人生生きてたらいいことないわよ。嘘はお互い様だろ。ゆうべ姉さんから電話があったのよ。倒れたんでしょ。その頭痛かったんだ。この間だってスナックで受話器落としたじゃない。ほらほら、ここ打ったんだよお前。どうしてそう。ねえ、行こう。しつこいなお前も。激しい頭痛と手足の痙攣ね。ええ、電話の受話器なんかも急に取り落とすことがあるんです。吐き気があるんじゃないのかね。さあ、それはワビンスキーの反射を見ないと何とも言えないが、それと眼底検査、脳波テストをやってみる必要がある。君、そのクランケはどこにいるんかね。先生、もしやメニンジオーマの。その可能性は大いにあるね。痙攣が来てるとすると急を要する。待って。ねえ、一緒に行きたいところがあるの。どこへ。行こう。いいか。いいよ。いいわよ、行きましょう。いいってな。いつ頃が気がついてたの。何が。約束まで黙ってほっといたわね。何の話だ。ちょっと待てな。どうしてそんなに自分の体を粗末にするの。自分の体が自分だけのものと思ったら大間違いよ。行きましょう。じゃあ一体誰の体だ。天から授かったものよ、神様に。バカ言うな。俺の体は俺の体、誰にも支配されないよ。ちょっと待てよ。今俺はね、お願い。勘弁してくれ。
しいてほしい涙なぞ役に立たないことをあなたは別れゆく二人にはすべてが今はもう遅すぎる甘い言葉も女人ジオマ？ええ、大沢先生がおっしゃるにはその可能性が大きいと。メニンジオマ、なんだいそのメニンジオマってやつは。一般に言う脳腫瘍だ。脳腫瘍、本当か？もし脳腫瘍だとしたら早く手術をしないと。うん、手術すれば治るのか？それはどうなんだ。もし手遅れになってるとすれば、それに場所によっては手術できない場合もある。何だと？彼はもうそのことを知ってて、自分の命は助からないと思ってるのかもしれません。待ちなさい。まだメニンジオーマーと決まったわけではない。いや、続きはそれを知っていて焦っていたかもしれんな。おい、ところで銀行は何のためにお前のところへ行ったんだ？美咲を捕まえて攻めてみろと言うんだ。必ず泥を吐くと言うんだな。そんなこと。ユキ、こいつは危ないな。都築が自分の病気を知ってるとなると、前後をわきまえず何をやらかすかわからんぞ。園田君、君は都築君を探しに行くつもりだね。ええ、今の彼をほっといたら誰かが彼を見ててあげないと。なんだか彼見てるととっても悲しくなっちゃう。私も一緒に行くよ。だって先生はまだ足の方が。もう大丈夫だ、コートを取ってくる。先生、先生には秋子ちゃんがいるんですよ。体は大切にしてください。続き本をほっとくわけにいかん。おいらっしゃい。あ、こんにちは。銀行は来なかったね。お、たった今美咲と一緒に出かけましたよ。美咲さんと？ええ。どこ行ったかわからないかしら。あ、向こうへ行きましたけどね。あ、そう、どうもありがとう。ねえ、美咲はどうかしたんですか？先生。太陽子さん殺したのはお前だろ。関係ねえよ。